牧野製造は読売テレビの編成局アナウンス部アナウンサー。福岡県福岡市の出身。関西学院大学小学部を卒業後、1983年にアナウンサーとして読売テレビに入社した。同期にフリーアナウンサーの森武史とアニメプロデューサーの諏訪道彦がいる。大学時代には読売テレビの元アナウンサー。 生田博美が主催する生田教室でアナウンス技術の研鑽に努めながら学内放送機関の関西学院大学総部放送局で活動。同局の活動で知り合った TTV 所属のフリーアナウンサーと読売テレビへの入社後に結婚した。当時毎日放送と専属出演契約を結んでいた妻はこの結婚を機に放送の第一線から退いている。 牧野自身は読売テレビへの入社後に主にスポーツアナウンサーとして活動。一時は週刊トラトラタイガー,アースや丸ごとバファローズタイムでサブキャスターを務めた。その後はアナウンス部以外の部署への移動を経て2010年からアナウンス部に復帰。復帰後は管理職の立場で部内の総務に従事する傍ら新人アナウンサーへの指導 NNN ドキュメント 関西情報ネット展からくりのナレーター、ローカルニュースを担っている。東京ニュース通信社が毎年10月下旬に観光している TB スター名館ーでは2011年版から読売テレビのアナウンサーを紹介するページで、牧野のプロフィールを掲載。しかし、同局の公式サイトでは長らく、牧野をアナウンサーとして紹介していなかった。2014年4月に、 アナウンス部のページをチーム糸部アナへ一新したことを機にチームの一員として牧野を紹介するページが設けられた。なお、2017年の誕生日で読売テレビの定年に達してからも食卓契約の再雇用扱いでアナウンサーとしての活動を続けている。同局を定年で退職したアナウンサーが退職後もアナウンサーとして再び雇用された事例は牧野が 初めてとされる。上記の番組以外にも、読売テレビ制作の情報、報道番組で吹き替えを担当することがある。NNN ドキュメント2010年8月22日放送分、竹爺の祈り作用長水害孫探しの一年、ありがとうございます。